仙台市内の新型コロナ感染者数を予測する東北大学の調査で今週も横ばいの状態が続く見通しが示されました東北大学大学院工学研究科の佐野大輔教授のグループは下水から検出される新型コロナウイルスの濃度などから毎週仙台市内の感染者数を予測しています先週仙台市内で感染が確認された人は 予測値1819人に対し507人でした今週の予測値は1396人で横ばいの状態が続くとの見通しが示されました佐野教授は下水中のウイルス濃度は低い水準で横ばいとなっている感染対策のため換気を十分に行い過ごしてほしいなどと話しています